んにちは、大東洋菓子店の林田です。今日は鳴尾東公民館に来ています。今日はチョコレートを使って、皆さんのご家庭で作れるようなチョコレートのお菓子を作ってみようと思います。よろしくお願いします。はい、ではチョコレートの説明をしていきたいと思います。大東洋菓子店でこう工場で作っているチョコレートはこちらになるんですけども、材料のチョコレートをこう上手に溶かして、あとは温度調節をして、生クリームとか絞り袋で絞ったのがこの星型のチョコレートになります。でもうちょっと手の込んだやり方なんですけども、溶けたチョコレートを薄く伸ばして、それを上手にこう切り込み入れて剥がしていって、こう手くるっと巻いたチョコレートがこのくるりん手巻きチョコっていうのになります。で、あとはそのチョコレートを板状にこう薄く伸ばすことがあるんですけども、まあ、それはそのままパクパクとパリパリと食べてもらってもいいんですけども、ちょっと苦めのチョコレートを使って、こう板の上にチョコレートを伸ばしたところに固まる前に、ピンク色の岩塩をパラパラっと振りかけて固めたチョコレートもあります。これはなんて言えばいいんですかね、ちょっとシェア味をするチョコレートとして、またこれもお店で売っています。とちょっと大人のチョコレートの味になります。はい、ではチョコレートっていう材料の説明から入りたいと思います。一番こっちの端に見えている真っ白なチョコレート、これはカカオが入ってなくて脱脂粉乳を使って真っ白なチョコレートを作ったやつなんですけども、普通、ホワイトチョコって言われてます。その隣がミルクチョコっていうのなんですけども、カカオバターとカカオマスと、お砂糖と、あとミルク脱脂粉乳を入れて少しこうクリーミーな感じに作り上げたチョコレートです。で、一番こちらの端っこにあるのがダークチョコとかスイートチョコって言われるチョコレートなんですけども、ライト洋菓子店で使ってるのはちょっと大人向きの砂糖分をぐっと減らして、ココアの多い、ビター成分の高いちょっと苦めのチョコレートを使っています。で、今日はいろいろな生クリームと混ぜて、チョコレートのお菓子生チョコっていうのを作るんですけども、このちょっと苦めのチョコレートを使って作ってみたいと思います。それでは今日作るお菓子、生チョコっていうんですけども、我々ケーキ屋さんではガナッシュっていう言い方をしているんですけども、そのチョコレートの上に飾る材料を紹介したいと思います。こちらにあるのが、干しぶどう、それとブルーベリーと、その横の赤いのがクランベリーですね。その横ちょっと黄色白っぽいのがパイナップルを、ドライにしてちょっと粉糖を振りかけたやつなんですけども、こういうドライフルーツを飾ったり、あとはナッツ類なんですが、いわゆるローストしたクルミ、それとローストしたアーモンドなんかをこう絞ったチョコレートの上に飾って作っていきたいと思います。はい、こちらに生クリームを 120g、 チョコレートを 120g 今用意しました。はい、では用意した生クリームを鍋に入れて、沸騰するまで火にかけて温めます。焦げてしまうともったいないので、火はもうコンロの外に溢れないぐらい中火ぐらいでいきたいと思います。で、こんな感じに沸騰してきましたら、火を止めてさっき測ったチョコレートをそのままざーっと入れちゃいます。もうクリームがもう熱くなっているので、あとは余熱でチョコレートが溶けてちょうどいい、ちょっとあったかいぐらいのいい感じ のクリームのソースになると思います。
先ほど沸騰した生クリームの中にチョコレートを入れて、2分か3分ぐらい、ひたすらゆっくりと混ぜてます。だんだんこう表面がなだらかになってツヤツヤになってくるんですけども、あとはこのままケースの中に絞ったりできる硬さになるまで、濡らした布巾の上に置いて少しずつ熱を取っていきます。であとは必要となる、滑らかさ硬さになるまでゆっくり混ぜてあげれば出来上がりです。その後、絞り袋に入れて絞る工程に入ります。はい、生クリームとチョコレートを沸騰させて合わせて、混ぜていたんですけども、少し冷凍庫に入れて、温度を下げました。するとこういう感じでもう、ポマード状といえばいいのか、絞り袋で絞れるような状態まで持っていきました。これから絞り袋に入れて絞ってみたいと思います。はい、それではクリームを絞り袋に入れて絞ってみたいと思います。好きなフルーツとかナッツをもう好きなように乗せてもらったらいいと思います。これからもうすぐにこう温度を下げると固まりますので、このまま少しの間冷蔵庫に入れて固めてみたいと思います。はい、それではもう一つの方法なんですけども、同じように今度はココアの粉をこうバットに置きまして、そこにさっきのチョコレートを絞っていきます。これも少し固めてからで、冷蔵庫で固めてからでいいんですけども、ココアの粉にこうコロコロコロとまぶしてあれば、昔からあるトリュフって言われてるあれとそっくりのチョコレートの菓子になります。はい、先ほど冷凍庫で固めてましたお菓子が全部出来上がりました。こちらはクッキーの上にその生チョコを絞って上にナッツとかドライフルーツを乗せたものなんですけども、同じように
ナッツとかドライフルーツとかもこれはもう好きなものを乗せて飾ってもらって、で冷たいうちに召し上がってもらったらいいと思います。それと一番最後にあった絞り袋でココアの中にポロッとこう絞ってみたのがあるんですけども、絞ったチョコレートがこれで、ちょうどねゴロンゴロンとした変な形のチョコレートをまぶした形になったんですけども、これもこれでお口の中にスパッと溶けてチョコレートの香りが広がってすごく美味しいと思います。でお隣のハート型しているのは、チョコレートをシリコンの型の中で固めて、でしっかり固まったところを、型から抜いて、それがまたココアでまぶしたものです。ちょっと器用な方はこういう作り方をされてもいいかなと思います。以上でチョコレートのお菓子の作り方です。余談なんですけども、今日持ってきましたこのちょっと古風なお皿なんですけども、実は、僕の祖父じいちゃんが、甲子園ホテルっていうホテルが昔戸崎町っていうところにあったんですけども、今は向川女子大学の甲子園会館っていう校舎になってるんですけども、そこが、昔ホテルだった時代に僕の祖父が、昔はパティシエとは言わずにベーカーっていう言い方をしてたんですけども、パンを焼いたりお菓子を作っていたらしくて、その時のお皿が1枚うちに残ってます。そのお皿を甲子園ホテルの多分レストランで出されてたお皿だと思うんですけども、そのお皿を持ってきてみました。以上です。というわけで、チョコレートのお菓子をいくつか作ってみたんですけども、どうですか、できそうでしょうか。それと今回普通のお家で誰でも入手できるような材料を使ってみたんですけども、スーパーさんですとか最近ですと百均さんに行ってもお菓子作りの材料コーナーっていうのがありますんで、そこでこううまいことこう見ながらピックアップして、それで作ってもらったらいけると思います。それと、もう一つ大事なのが、僕たちは生クリームっていうと、乳脂肪 100% のクリームを使っていつもこうお菓子とかチョコレートを作ってるんですけども、植生脂肪を使ったクリームっていうのもあるんですけども、この辺りはバターとマーガリンの違いと一緒で、出来上がりの風味にやっぱり若干差が出てきてしまうので、できれば、乳脂肪 100% もしくは純乳脂肪って書かれたクリームを使ってもらった方が、美味しいチョコレートの証になると思います。もし残ってしまってもカレーとかシチューに入れてもらったらそれも美味しくなると思いますんで、ぜひ乳脂肪のクリームを使って作ってみてください。はい、あとはチョコレートを固めるのに今回は冷凍庫に入れてみたんですけども、うちでなかなか冷凍庫にこう生温かいものを入れるって難しいかもしれないんで、冷蔵庫に入れてちょっと時間かかりますけども、ゆっくり固めてもらっても大丈夫と思います。はい、以上チョコレートを使ったお菓子の作り方でした。うまいこと作っていただけるかちょっと不安なんですけども、分からなかったらライト洋菓子店まで聞きに来てください。はい、ありがとうございました。